ベースジャンピングである、を意味する。自由の女神像、ベースジャンピングの歴史は1900年代初頭から断片的に始まった。1912年にフレデリック・ローがアメリカ・ニューヨークの自由の女神像からジャンプした。また、スロバキア人のステファン・バニッチが自身の発明した近代的なパラシュートをアメリカの特許庁とアメリカ軍に宣伝するため、 ワシントン DC にあったビルの41階から降下した。1966年にマイケル・ペル・キーとブライアン・シューベルトが寄せミテ渓谷にある断崖、エル・キャピタンから降下した。1976年にはジェームズ・ボンドが活躍する映画007私を愛したスパイの冒頭シーンを撮影するためスタントマンのリック・シルベスターがカナダのアスガルドさんからジャンプした。 これらのジャンプはパラシュート効果の新しいスタイルを系統的に模索するようなものではなく、一回限りの散発的な実験であった。当時後であるベースは映画制作者のカール・ボーニッシュによって作られた。彼は1978年にエルカピタンで初めての効果を映像に収めた。自由落下する際のトラッキングと呼ばれるテクニックとラムエアパラシュートで効果する様子を収めた。 この映画は近代のベースジャンピングの定義づけに大きな影響を与えた。この映像がきっかけとなって宣伝や映画撮影ではなくレクリエーションスポーツとしてのベースジャンピングが行われるようになった。また映画によってスカイダイビング愛好家たちの間でベースジャンピングが広く人気を得た。ボーニッシュは1984年にノルウェーの断崖で亡くなるまで ベースジャンピングの映画や雑誌を発表し続けた。この頃までにはベースジャンピングの趣旨は世界中のスカイダイバーたちに広まった。ベースジャンピングはスポーツとしてのスカイダイビングから派生したものである。この二つには違いが主に三つある。スカイダイビングに比べて着地点までの高さが非常に低いところから飛び降りる。崖や建造物など、 周囲の障害物に非常に近いところを飛ぶことになる。高さが低く、また静止した場所から飛び降りるため、スカイダイビングほど落下速度が速くならない。これら三つの違いは大きな意味を持つ。スカイダイビングのパラシュートは開いた時の衝撃を和らげるため、ゆっくりと開くようになっている。しかし、ベースジャンピングのパラシュートは落下スピードが遅く開きにくい状況の中で、 安全のために逆に非常に素早く開く必要がある。また、断崖や建物がジャンパーのすぐそばにあるため、パラシュートが後ろに向かって開くと接触する恐れがあり、非常にリスクが高い。体勢が斜めになっていたりして、頭上からそれた方向にパラシュートを開いた場合、スカイダイビングでは、特に単独でのダイビングでは、大きな問題にはならないが、ベースジャンピングでは非常に危険である。 意図しない方向にパラシュートを開くと、障害物に接触し大怪我を負ったり、死亡したりする事故が発生することがある。経験豊かなスカイダイバーは、高度2000フィート以下でパラシュートを開く。高度3000フィートから飛び降りた場合、1000フィート自由、落下することになり、ダイバーは秒速約54メートルで落下することになる。この速度で落下し続けた場合、 2000フィートから約11秒で地上まで到達する計算になる。一方、ほとんどのベースジャンピングは地表まで1000フィート以下の高さで行われる。500フィートから飛び降りた場合、自由落下を続けると地表までおよそ6秒で到達する。落下速度がスカイダイビングのおよそ半分の速度と遅いため、パラシュートは開きにくいが、 地表までの距離が短いいため素早く開かなななければならない一般的なスカイダイビングのパラシュートはベースジャンプのような状況で使用する設計となっていない。多くのベースジャンパーは特別に設計されたハーネスと大きなパイロットシュートを引き出すための補助パラシュートを装備したパラシュートを使って飛ぶ。予備パラシュートはトラブルがあっても開く時間がないため装備しない。 これらベースジャンプ用のパラシュートは市販されていないため特別に製作しなければならないが特注できない場合はスカイダイビング用のものに改造を加えたものがごく稀に使用される。また着地点までの高さが高い位置からのベースジャンピングではスカイダイビング用のものがそのまま使用されることがある。ほとんどのベースジャンパーはスカイダイビングの経験者である。高高度で さらに広い空間で行われるスカイダイビングは安全な飛行方法とパラシュートによる着地方法を学ぶために最も良い方法であり、また非常に重要である。ベースジャンピングが行われるほとんどの場所は着陸可能な地点が非常に狭い。また、スカイダイビング初心者は一般的にパラシュートを開いてから着地するまで3分以上。 飛行するが500フィートからのベースジャンピングではパラシュートを開いて降下する時間はわずか10秒から15秒程度と短く危険である。低い位置からベースジャンプする際パラシュートをより早く開くためにスタティックラインが使われる。スタティックラインはパラシュートとジャンプする足場の間をつなぎジャンパーが落下する力でパラシュートのキャノピーとサスペンションラインを引き出し開かせる。 この方法によって非常に低い位置からのジャンプを可能にした。しかし多くのベースジャンパーは自由落下も楽しめる高い位置からのベースジャンピングを好む。パラシュートによる効果では高さがある方が安全である。したがってスカイダイビングよりはるかに低い高さで行われるベースジャンプではその安全の限界を犠牲にしている。例えば時間的な制約から 予備のパラシュートを使うことができない。また、落下速度が遅いことも危険要因の一つである。スカイダイビングでは落下する速度が速いために大きな空気抵抗を受ける。その抵抗が体勢を安定させ、またパラシュートをきれいに開かせる。ベースジャンピングでは落下速度が速くなる前にパラシュートを開く状況になるため、体勢を安定させることが難しく。 体が前後左右に回転してしまう恐れがある。ジャンプする場所にもよるが、通常ベースジャンパーは、後ろ宙返りをしながら飛び出し、ジャイロ効果を使って、体勢を制御する。ジャンプ開始時の体勢の安定性は、初めの数秒で決定され、十分な落下速度は安定性を確立する。低い位置からのベースジャンピングでは、パラシュートは飛び出し後すぐに開かなくてはならないため、 飛び出しがうまくいかないとパラシュートを開くまでの短い間に体勢を正しく制御できないことが想定される。もしもジャンパーが宙返り状態など正しい体勢でない間にパラシュートを開くと絡まってしまったり障害物と接触したりするなどの事故が起きるリスクが非常に高まる。初心者は水泳におけるプールの飛び込みのように全方向に回転しながら 飛び出してしまうことがあるが、これは誤りである。ベースジャンピングにおける飛び出し方法は、なるべく回転をしないように制御することが推奨されている。高い位置からのベースジャンピングでは、崖や建造物などの障害物から遠ざかるために、自由落下時のトラッキング技術を使う必要がある。切り立った崖やアーチ橋のようなジャンプ台が、より突き出すような形になっているところは、 ベースジャンピング初心者に推奨される。きちんとした技術を身につければ危険性は回避できるが素人が面白半分で挑戦するには危険である。アメリカではスカイダイビングの場合、連邦航空局によってダイバーはパラシュート及びを含め2つ持たなければならない等の規定がされている。一方、ベースジャンピングでは飛行機を使用しないため連邦航空局の管轄権が及ばない。 ニューリバーゴージブリッジベースジャンピングにおける法的問題としてジャンプ場所と着地場所の使用許可が挙げられる。ジャンパーはベースジャンピングを行う前に使用許可を取るように考慮すべきである。ジャンプが可能な建物や土地の所有者がその使用を絞ることはよくあることだが、そのことが多くのジャンパーに密かにジャンプを試みようとする方向に導くことが多い。 使用が許可された場所でジャンプすることは合法である。また、アイバホ州ツインホールズにあるペディンブリッジと、毎年10月の第3土曜日におけるウェストバージニア州フェイエットビルに、あるニューリバーゴージブリッジでは、ベースジャンピングの使用許可が降りている。ニューリバーゴージブリッジの橋桁は、川の水面から267メートルの高さがあり、石を落とすと、 約8.8秒で着水する。橋の記念日にはイベントが開催され、およそ450人のベースジャンパーと20万人の観客で賑わう。天候などの条件が良い場合は、6時間余り許可され、800回ものジャンプが行われる。エルキャピタンとマルセド川高いビルや電波塔等からのジャンプはしばしば密かに行われる。ベースジャンピング自体は違法ではないが、 ジャンプの現場を発見されると不法侵入などの疑いをかけられる恐れがある。アメリカの国立公園を管理する国立公園局は公園内での活動を制限する権限があり、ヨセミテ国立公園ではジャンプが繰り返された結果、ベースジャンピングが禁止になった。ベースジャンピング早々期に国立公園局はヨセミテ国立公園内のジャンプがよく行われていた岩山である エルキャピタンからのジャンプを許可制にすることにし、1980年に3ヶ月間実行した。しかしこの制度は許可を得ていないジャンパーたちの乱用であるとの主張を受けて崩壊した。これ以降、国立公園局はすべてのベースジャンピングを禁止し、また国立公園内でのベースジャンピングには罰金が課せられるようになった。そして、不法にベースジャンピングを行ったジャンパーが、 公園の管理人に追われ、マルセド川で溺死するという事故も発生した。それにもかかわらず、毎年年間数百回にも上る違法なベースジャンプが深夜や明け方に続けられている。ヨセミテ国立公園内のエルキャピタンやハーフドーム、グレーシャーポイントなどがジャンプに使われる。ベースジャンピングをするには、ヨセミテ国立公園より他の場所、特にアメリカ以外の国の方が法的には、 より適している。例えばノルウェーのリーセフィヨルドはベースジャンパーを歓迎している。また、フランスのシャモニー近郊やスイスのアイガーなどのアルプス山脈のポイントもジャンパーに開放されている。ベースジャンピングには特有の倫理的なガイドラインがある。怪我をすることなく、また法を犯すことなく、ベースジャンピングをし続けたいというジャンパーたち共通の願望がこの倫理の根底にあり。 ベースジャンピングの歴史とともに発展してきた。この倫理の最も重要な目的は、ジャンパーたちができるだけ長く多くのジャンプを続けられるようにすることである。他の人がジャンプを続けることを難しくするような行為は非倫理的な行動とみなされる。ベースジャンピングの倫理は、その土地土地で変わってくるものであり、特にその地域での法律、規則に依存する。 またそれぞれのジャンプ場所によって確立されるものもある。さらに、地方自治体とともに確立してきたものもある。これらの倫理や規則を破るベースジャンパーは、すべてのベースジャンピング団体などによる合法化運動を台無しにしてしまう。ベースジャンピングの倫理から導き出される原理は、経緯である。ベースジャンパーは、このスポーツと、ジャンプする場所と、そしてジャンプをする人。 またはしない人を含めたすべての人を敬う必要がある。ベースジャンピングというスポーツに対する敬意の不足は多くの経験豊かなジャンパーたちをベースジャンピングから遠ざけてしまうことになる。ベースジャンパーたちはベースジャンピングに対して敬意を持つことを多くの苦い経験から学んだ。このスポーツに対する敬意が欠けている様子は多くのことから見て取ることができる。その一つとして ベースジャンピングが抱える危険性を忘れてしまうことが挙げられる。十分な準備ができていない人にスリルを味わわせるために無理やりにジャンプさせることはふさわしくない行為である。また、ダイビング自体の基礎ができていない人にベースジャンピングを教えてしまうことも非常に危険である。肝心なのはベースジャンピングは 楽しいスポーツであるということであると同時に非常に危険なスポーツであるということを認識することである。これを覚えておくことは末長くジャンプを楽しむための鍵である。ジャンプをする場所に対する敬意を持たずガイドラインを破ることはその場所でジャンプを続けガイドラインを確立してきたジャンパーたちを確実に怒らせる。そしてガイドラインや手続きの仕方は単純なものから複雑なもの 奇妙なものまで場所によって様々あり異なっている。他人に対して敬意を払うことは人間同士の交流において皆が子供の頃から学んできた基本的な指針であるがベースジャンピングにおいてはより重要である。ジャンパーは様々な面で他人とお互いに助け合う必要がある。単純で明白な例としてはジャンプする場所への移動の手助け ジャンプ場所の解説と維持の手助け、怪我をした時の医療支援などが挙げられる。またより極端な例としては、事故などの深刻な事態が起きた際に互いに心の支えとなることが挙げられる。ジャンパーはまた、ベースジャンピングを行う場所の周辺で働いたり、暮らしたりしている一般の人々に対しても尊重すべきである。多くのジャンパーは、ベースジャンプをするために旅行をするが、そこで重要なのは、 地元の人々の文化や要望を理解し尊重することである。例えば、ヨーロッパのいくつかの有名な崖では、ジャンパーは地元住民の農作業を妨害しないようにするため、特定の場所に着地する許可を得ることがある。地元の住民の文化を理解し尊重することは、ベースジャンパーのイメージを良くするだけでなく、ジャンプを行う場所へのアクセスを容易にすることにつながる。ジャンパーたちは、 ベースジャンプに成功すると、ベースナンバーを申し込むことができ、逐次ジャンパーに与えられる。1981年、テキサス州ヒューストンのフィル・スミスに、最初のベースナンバー、ベースマイナス1が与えられた。2005年3月には1000番目が申請された。現在までにベースジャンプに挑戦された回数は、わからないが、ベースナンバーはその一つの目安にはなる。エッフェル島。 ベースジャンピングはしばしばアクション映画の中で取り上げられる。2002年のビン・ディーゼル主演の映画、トリプル X, 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 X では、オープンカーに乗ったディーゼル演じる主人公が橋から落下し、車はクラッシュするがディーゼルは安全に着地するシーンがある。1976年のアスガルドさんからのジャンプ以後、007シリーズでは、ベースジャンピングのシーンが続けて登場した。例えば、 1985年の007美しき獲物たちではエッフェル塔から1987年の007リビングデイライツではジブラルタルの岩山から2002年の007ダイアナザーデイでは溶けかかる氷山からジャンプするシーンがあったこの中で実際にジャンプを行って撮影したのはアスガルドさんとエッフェル塔からのものであり残りは 特殊撮影や CG である。1990年代に起こったエクストリームスポーツブームはベースジャンピングを発展させ、また認知度を向上させた。しかし、依然としてスポーツとしてではなく無謀なスタントとして認識された。非常に高度で熟練した活動であっても、記録や競技会のような技量を客観的に測り認識する方法が欠けていることが、 スポーツとして認められる上での一つの障害となった。トランゴタワーズペトロナスツインタワー装備の進化と技術が広まったことで、ベースジャンピング早々機よりも安全になったが、依然として怪我や死亡事故は時々発生する。自由落下のまま地面に墜落したり、障害物への接触による死亡事故はしばしば起こるが、それよりも着地する地点が危険であったり、 パラシュートを開いた後に起きる別の問題によるものの方が起こりやすい。あまり公に行われないというベースジャンピングの特質上リスクを統計的に調べ確かなデータを得ることは難しい。一説では競技人口は世界で4000人程度で累計の死者は30数人と言われる。この危険性もスポーツとして認められるための障害の一つである。ベースジャンプをする。 ジャンプ場所はあまり一般に公開されていない。もし公開してしまうと、装備や技術が貧弱でも、誰でも一人でジャンプできてしまうため、事故が多発するからである。また、ジャンプする場所が合法であるか違法であるかに関わらず、事故は発生する。そのため、ベースジャンパーたちは合法的なジャンプ場所であっても、その場所を直接地名や建物の名前などで表現せず、橋の日の場所や、 北イタリアの人気の断崖のようにわからないようにボーカス。ベースジャンピングを始める人は、ベースジャンピングのコミュニティに問い合わせ、ベテランのベースジャンパーに、ジャンプ場所や技術を教えてもらう必要がある。このことは、スポーツ普及の障壁となるが、安全のための防護壁にもなっている。依然として、ベースジャンパーたちは大抵世間から挑戦者と見られ、また過激で危険なスポーツとして見られているが、 ジャンパーたちの技術や新たなジャンプ地点の探求、合法的な活動などによって、近年は着実にスポーツとして認められつつある。ウィングスーツを利用したベースジャンピング山岳や橋梁など水平方向の余裕が十分ある。ジャンプ場所の場合には、ウィングスーツを併用して滑空飛行を行うベースジャンパーもしばしば見られる。ウィズベースと呼ばれるウィングスーツジャンパーは、 2003年以降現れ始め、ロイック・ジャン・アルバート・ラ海外のベースジャンパーが YouTube などで滑空動画を公開したことから大きな広まりを見せた。ただし、ウィングスーツを用いたベースジャンピングは滑空経路の選定によっては通常のベースジャンピング以上に危険な行為となり得る。特に山岳の尾根や渓谷などの地形をかすめるような滑空経路を選定した場合、 目測を誤ったり風向きなどの気象条件によっては、計算通りの滑空経路が取れず、ジャンプ前には、滑空による通過が可能と見込んでいた尾根や立ち木、断崖や構造物などに接触、激突するなどして、しばしば死亡事故が発生していることを、よく理解しておく必要がある。ベースジャンピングにおける死亡事故事例は、ブリンクマガジンにより、1981年以降の、 記録の集積や個々の事故原因の究明などが行われている。こうした活動は同じベースポイントでの類似事故の再発を防ぐ意味でも重要であるが記録されている限りでは2016年12月現在で累計300名余りの事故死者が報告されており2012年以降は毎年20件から30件以上の死亡事故が発生している。 死亡事故の内訳を見ると、ウィングスーツベースジャンピングによるものが突出して多く、事故死者全体の半分近くを占める状況となっている。ありがとうございます。